I'm still tired when I wake up. Like my dream's still near. Snooze bottom, my best friend now. Get me away from here.皆さんこんにちは、ヨナです、今日はですね、私の動画で実は意外とまだやってなかった LA の観光するならここ行った方がいいんじゃないのみたいな Vlog を撮っていこうと思います。で今日はですね、もちろん私一人でねベラベラ喋りながらここいいよみたいな風に言うんじゃなくて、スペシャルゲストを、呼んでいます。はい、どうぞ。あ、そっから入ってくるの。え、てれれれ。どうも皆さんこんにちは、整形したひなこです。わかる。うちのね、妹がハワイからね、またまた遊びに来てくれたということで、今日は妹をアテンド私がする日なのね。うん。だから妹に、アテンドして。その、今、メルローズっていうね、LA ではまあ結構定番な観光スポットにいるんですけれども、まあ、ここ、実はこの間メメが遊びに来てくれた時連れてきたことがなくて、なので、メルローズ来たらこういう風に遊ぶんだよ、みたいなのを今日はメメに全部教え込んでいこうと思います。ウェーイ。ということで、まずはお腹が空いたので、ご飯を食べに行きたいと思います。Let's go。Let's go。ユニコーンだよ。ピンクのユニコーンだよ。ユニコーンだね。はい、という感じでですね、まあ、ランチをね食べに来たということで、String of Life、まあ、SOL っていうお店なんですけどにやってきました。で結構この辺ってメルローズってなんか日本の人たちが知ってる有名なんかアースカフェとか、まあ、そういうなんかメジャーなお店とかたくさんあると思うんですけど、個人的にはこっちの方がおすすめだなって思います。はい、なので、連れてきました、うちの妹を。なんでこの企画撮ろうと思ったか聞いて。なんでこの企画撮ろうと思った。いいよ、もっとちょうだい、もっとちょうだい。なんでこの企画撮ろうと思った。もう足りない。なんでこの企画撮ろうと思ったかっていうと、普通にさ、あの妹が来て、で結構私ちゃんと友達が来ると割と観光スポットとかも巡るじゃん、結構、うん、意外と巡ったりなんかそういうの見たりするんだけど、それを動画にしたこともないし、私もさ1年 LA にも住んでることになるんですよ。おめでとうございます。1年住んでるからもう大体わかるじゃん、1年住んだらさ。私もそろそろじゃあちょっと観光客向けに、ちょこんなとこあるんですよみたいなマウントを取ってるまだ取ってないんですけどっていう動画撮ってもいいんじゃないかなと思って撮ったんですよ。ね、はい、という感じで。ここめっちゃ美味しいの。めっちゃ美味しそう。私は BLAAAT と、メメはこれは何、サワザンチキン、スパイシーサワーチキン。あ、そうなんだ。まあ、チキンのサンドイッチをね、メメはオーダーしました。じゃあいただきまーす。おいしい。あー、おいしい。あー、よかった。よし、行こうか。そうだね、よし。私メメとさ久しぶりに会うわけじゃん。うん、なんかメメがさ昨日笑ってる声を聞いて、あ、なんか自分が笑ってるみたい。わー、これ久しぶりに食べたかったんで嬉しい。だからなんかよく言われるよね。何よ、笑い声似てるって。なんか笑い声も似てるし、電話の声もめっちゃ似てる。昨日さ、それこそケントとさ私ちょっと電話してたじゃん。じゃあメメがさショーと話してる時にケントが電話先でもうなんか妹ちゃんとユナの声すぎて誰が喋ってるのか言われましたよ。だってさ結構前だっけ、なんかやってたもんね、うん、中国語と日本語と英語どの声が一番似てるか、うん、あ、やったことあるね。え、どっちが、みんなに聞きたい、どっちが一番似てると思う。じゃあ今から同じこと言いましょう。はい、何言う。じゃあ今日は LA で観光してますとか。あ、いいね、そうしよう。じゃあ今あの多分スクリーンが黒くなってると思うんだけど、どっちが私か見てみてください。今日は LA で観光してます。今日は LA で観光してます。じゃあ次中国語いきます。今天我在洛杉矶观光。今天我在洛杉矶观光。 Today I'm sightseeing in LA。 Today I'm sightseeing at LA。 じゃあ笑い声いきます。一緒に待っちゃった。これめっちゃ美味しいので皆さんぜひ食べに来てください。うん、もう美味しい。これやばいよね。え、ちょっと一口ちょうだい。美味しそう、これ。うん、うまい、これ。うん、おいしい。なんかマックチキンを15倍高級にした感じ。意味をそれマックえ、めっちゃわかりやすくない？でも高級感があるのよ。
ね、ご飯を食べ終わってこれからメルローズのトレーリングポストっていうところに行きたいと思います。何かっていうと、なんかすごいいろいろ雑貨とか結構安く売ってたりしてるところで、バザー的なすごい楽しいので、これね結構メルローズ遊びに来る人っておすすめです。結構メルローズって人気のなんか観光スポットなんだけど、正直ぶっちゃけた話あんまりやることってないんですよ。まあ、なんかメルローズのストリートを歩いて、まあ、ご飯食べてみたいな 2,3 時間ぐらいで終わっちゃうんだけど、日曜日はこのメルローズのトレーディングポストがあって、そこでまた 1,2 時間ぐらい結構楽しめる感じなので、ちょうどいいプランが、まあ、ランチ食べてトレーディングポスト行って、まあ、そこで 1,2 時間ぐらい過ごして、でその後メルローズぐるって回るっていうのが結構1日いい感じに、ね、使えるので、私はすごくいいコースだなっていうふうに思います。ではこれからですね、このサイトに行って、このメルローズトレーディングポストっていうサイトに行って、チケットをね買おうと思います。7ドルだっけな、そんな高くないので、チケット事前に取った方が、場所に着いた時に並ばなくていいので、すごくねおすすめです。ですね、今メルローズのトレーニングポストにやっと着きました。やっと着きました。パーキングパーキング探すのが鬼のように大変だったので、私さっきさオンラインで買った方がいいよみたいな言ったんだけど、キャッシュだと2ドル安くなるので、普通にキャッシュで来た方がおすすめです。はい、こちらがですねメルローズトレーニングポストでございます。イエーイ。あれひなこだよね。あ、はいはい、ひなこです。え、待って、今日晩ご飯何食べる？ひなこね、晩ご飯、人参と、うん、人参とアボカド。舐めてるだろ、ひなこ。うさぎじゃねえんだぞ、ひなこ。人参とアボカドと、うん、パンも食べるよ。だから、うさぎじゃねえんだぞ。うさぎはパン食べないもん。確かに。それひなこいじめないでよ。ひなこ、自分のことひなこって言ってたっけ？そういうブームなの。めめが野生の住人さんと遭遇した。どうする？体当たり、水鉄砲。水鉄砲。逃げた。逃げた。水鉄砲。え、怖い。待って待って。え、日本語のもあるよ。めっちゃ可愛い。で、ピンクポテトチップス。え、見て見て見て。え、待って、可愛い。ピンクポテトチップスだ。これ可愛い。これさ、ふざけた時につけたくない？え、これ普通にちょっと欲しくない？可愛い。普通にちょっと欲しいんだけど。え、1個買ってお揃いにしない？お揃いにしない。なんかさ、私このピンクポテトチップス買うから、めめさ、このあー、じゃあお揃いだったら買う。お揃いだったらよくない？これいくらの？5ドルだったら買う。15ドル。あー、じゃあいいや。めっちゃいい匂いで、10ドルだったので、ね、しかもお姉さんも綺麗だし、ね、お姉さん超可愛くて、うん、普通にお姉さん好きだから応援したいなって気持ちで買っちゃいました。さっきの店員さんが可愛すぎて癒されました。結局なんかさ、物を買うときってなんかどこで買うとかもちろんあるけど、最終的にさ、この人だから買いたいっていう気持ちになるから大事ですね。はい、勉強になりました。ということで、何見てんの？あなたこれ。私全然気づかずにメメに連れてこられたんだけど、これ何？わかんない。なんか面白いな。確かに、なんかめっちゃさ、なんか中華料理作りたくなる。中華じゃない、これ絶対中華じゃない。これ何だろう、これ。あ、ヨーロッパ系なの？ヨーロッパ系。めっちゃ可愛い。え、これ私も欲しいんだけど。これ何サイズ？お揃いする？え、お揃いしようよ。え、何サイズ？でもお姉ちゃん XXXX じゃないよ。バカ、そんなちっちゃくないわ。え、何それ、胸がちっちゃいってこと？え、両方。サイズないけど、何、ワンサイズフィットなの？え、でもこれ結構デカめだと思うよ。私 M か L だと思う、私的に。多分ね。お姉ちゃん、それの方がちっちゃそう。ちっちゃそうだけど。あ、でもさ、これ私お尻があんま好きじゃん。私もっと出したいからさ、ケツ。You can make some match。 確かに。先生先生、これ何ですか？はい、これは違うでしょ。絶対違う。違う？絶対違う。あれ、待って、それ何用なの？なんで穴開いてるの、それ？あ、分かった。これなんか測る用じゃない？例えばさ、小麦粉とかをさ、ほら、どう測るのこれ？測れないよ。確かに。全然測れんかった。あ、これにコーヒー入れて、うん、下にかもね。Because of the humidity, especially with that plant. Uh-huh. Oh, really? Does it need any sunlight? That one needs some low light. So, uh-huh. So if you have like a small window in there, that's pretty perfect. Especially for so cute. He had it like that. On, yeah. On so his he hung it, so he took out this the small one. Uh-huh. He took out the small one and he just had this one in it and he just hung it like that. Oh, that's creative. Yeah. Oh, that's very nice. Thank you. はい、トレーディングポストを見終わったので、これからですね、メルローズを探索しに行ってきます。ピンクの壁で写真撮んなきゃいけないんで、あそこ行ったら。なんで？フォトポリスが捕まりに来るからっていう話をさっきしてたね。
どくさい目です。めめちゃんの目は何の目ですか？めめちゃんの目はおめめ大きい目の目です。ゆなさんの湯は何の湯ですか？湯のみの湯。ゆなさんの名は何の名ですか？なんて美しい人なんだろうの名。まだ私一口も飲んでないです。どう、ま、美味しかった？飲んでないです一口も。ちょっと一口飲ませてください。まだ一口も飲んでないです。はい、アイスティーをゲットしました。どんな味した？ふざけんなよ。今そう、今ねポールスミスの方に、でも違うの見て、新しいペイントができてる。今さポールスミスの方に来たんですけど、これね、まあ、有名なフォトスポット、このピンクの壁なんだけど、ピンクじゃなくなってる、なんかストライプ入ってる。みんな写真撮ろうとしてる。見て、この並んでる人だかり、やばいですね。でもここで写真撮っとかないとモグラって言われるから、 LA お前行ったことないだろうって言われて。モグラは嫌だね。でしょ、モグラ扱いされるの嫌でしょ。だから写真撮っとこう。だって全世界に知られるんでしょ、写真撮ってないってこと。そう、全世界に知られるから。怖いね、怖いね。そうそう、私が拡散するから。だって飛行機乗る前に写真撮りましたかって見られる。そう、確認されるよ。税関の人にパタアパスペって聞かれて確認されるから、絶対写真撮っとかないといけないよ。あ、やばいね。この前撮らなかったのよ。でもそれ別室に連れてかれたでしょ。そう、あ、それだったんだ。ルルローズのね観光終わったので、これからですね、めめがねお土産買いたいとのことなので、ピンクウォールここで撮れん。確かにここもピンクウォールじゃんね。はい、これ近くのねトレジョに来ました。イエーイ。次に買われるんですか？これ自分用。自分用かい。お土産買わんの？もう一個お土産用に。あ、なるほどね。これいくら？3ドル。あと1個ちょうだい。美味しそうじゃん。だって食べたい。あと1個ちょうだい。こういうのも美味しそう。チーズバイです。ね、確かに美味しそう。まだ2個。めめ、あれいらないの？いらない。あれいらないの？あれだけ。おお、なんか違う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 。いらない？いらない。本当？バスケ使わない派なんですか？そうなんですか。いや、この方がさ、なんか買い物制限できる。確かに、買いすぎずに。そう。はい、トレジョに行ってきました。行ってきました。はい、たくさんね、めめお土産買ってたんだけど、私もね、これ結構これ結構有名なやつで、このクッキーバター。普通に私、今度友達の餃子屋さん行く予定だから、これをね、お土産に持っていこうかなと。手土産ですね。いいね、みたいな感じで。めめ、超たくさん買ってない？チーズスティックと、まあ、定番の同じ。まあ、これ美味しいよね、これは。インスタントコーヒー、これなんだ、2ドルぐらい。めっちゃ安くない？安い安い。でこれこれめっちゃくちゃおすすめ。ダークチョコレートカバーでエスプレッソビーンズ。食べたことあるの？めっちゃうまいよ。あ、そうなんだ、これ美味しそう。しかも朝コーヒー入れる時間ないと、これ何つも取るとね、キャフェイン入って。それ、コーヒー飲んだことになるの？それって。お、なるなるなる。エスプレッソビーンだから中身。そうなの、すごい。これとウベウベウベ。それは本当に美味しいのか？それは。いや、普通そうだけど。やめときなよ。もう自分用じゃないから。お前ふざけんな。自分用じゃないから絶対。だってさ、お土産用に美味しいもの買っちゃったらさ、私が欲しくなっちゃうじゃん。確かに。だからお土産用はちょっと自分が興味ないやつにした方がおすすめです。お土産食べちゃう人、私結構日本とかさ行くじゃん。でハワイの友達とかにあげる予定なのに、自分で全部食べちゃう。だから嫌いなやつ買えば、自分で食べないやつ買えば、ちゃんとその人に。そう、あれでしょ。それはちょっとどうなのかなんですけれども、はい、いかがでしたでしょうか。まあ、こういう感じでね、結構1日回って、もうね5時なので、まあ、でも結構1日ちゃんと回れたっていう感じだよね。これから食べて、はい、まあ、これから家帰って、まあ、ショーにパスタ作ってもらって、はい、という感じになっております。まあ、でも本当にね、メルローズとか結構、じゃあ何したらいいのか分かんないっていう人たちには、まあ、少しでもね参考になれたらいいのかなというふうに思います。はい、最後まで本日の動画ご視聴いただきありがとうございます。まだね、チャンネル登録してない人、そうなの、してね、してね。はい、という感じでお願いします。チャンネル登録お願いします。はい、という感じで本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。